界のアダルティーの皆様をお待たせしました。陽気日ボコボコタイムということで、さあやっていきましょうか。7年目だったっけかな、忘れたけど。セクチョーカードから解放されただと。そんなの聞いてないよ。いきなり俺にはっつけてきやがって。しかもこいつ豪勇者ボコボコタイム終了のお知らせ、マジかよ。ありえねえ。おわしかも、いや逃げろ逃げろ、来週お前は逃げろ。まあお前も後で俺がまとめてボコボコにしてやるけどな。お前俺のこと最悪にしました。恨みは絶対に晴らすべからずで送るべきかということで、望みで周遊使ってた。チャーチャーチャー、さあ16マスだけどこっちに進んでいきましょう。残念だったな、陽気日、お前を逃げりぬ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 って思うなよ。ちょっと待って、ちょっと待ってね。こう進んでいくことで、ほい。あー、いけないのか、それとも無理なのか。ちょっと待ってね、どうするのか。どうあがいても絶望ってやつか。ちょっと待ってね、これ、それよりも、そもそも、待って、ちょっと待って、え、嘘だろ、うわ、きつっ、うわ、最悪、最低、居心地、ちょっと待って、いやー、逃げねえって、待って、違う、あれ、なんで、あ、そういうことか、いや、全然、びっくりした、借金背負わされるだけですね。はい、喜んで お支払いいたしますよ。違う、びっくりした今。このカード誰かに渡すことができますか、数ヶ月のうちに。なんで渡すの今。そうなったらもうなんか買っちゃったけど、これ捨てるわもう。全然爆発いいよ。なんなんあいつ、腹立つ。とか待って、なんで今カチンってなったの。え、俺ただのバカじゃん。いや、もともとバカなんだけどさ。じゃんじゃんじゃん、11マスじゃたどり着けないのか。結局たどり着けないのか。あれ、なんで今さ狂ったんだ。ごめんね、俺全くもって納得ができてないんだよね。サハラ砂漠が全部買えるって書いてたよね。じゃあサハラ砂漠全部買いましょう。異能とだったか。どういうつながりがあるのかわかんないけど、うわ、でもこのボンビー、キングボンビーがいる世界の中でこれいるのちょっと辛いな。まあ異能戦ったか、日本一周変えるというトピックスで、お前またかよ、本当にもう。なんとかコーヒーってもう全然まあこれは個人の好みだからあれだけどさ、本当にもうマジに、おら、暗い、冬眠、やばい、ボンビーの世界にいざなってやろう。ちょっと、キーワード全部取るとかないって。ダメ、カードなどいらず、お前も、これでさ、次元カード全部なくなったじゃない、意味ないって。お前なんでそんな味方ばっかすんの、バカなの。マジで、いやもう次元カードとかも爆発したらいいよ、金ならある、銃出す、銃、違う、お前なんてことをして腐ったんだバカ野郎。どうしよう、ナイスですねができる、3、2、ちょっと待って、下が見えない、あ、ナイスですね。でもな、これ以上離れるとな、でもうんちがある限りしばらく行けないもんな。どうしよう、ちょっと待って、なんでこんなに俺悩むことになって、しかもなんか自分がバカみたい。いやもうこうなったらナイスですね行こう。どうせしばらくうんちで行けないんだし、うんちできないんだったらもうこっち行くしかないよね。よっしゃ、ナイスですね。あ、しかもさ、違う、あいつさ、あ、終わった、いらない、これ全くもって無駄だった。じゃあもう宝くじを狙おう。しかもこいつうんち飛び込みカード持ってんじゃなかったっけ。どうせまたあれだ、本当にこいつもうマジで小銭ばっか稼ぎやがって、こバーン、これ以上ちょっとだんだん口が悪くなってきてるっていうことも怒られてるんですよ。さあさあ、いいだろう、どんどん連帯、借金背負った、
はあ、何もないまま終わりですか貴様。マジかよ。結局何にも起こってないじゃん。うわー、マジで。どういうこと。いいよ、爆発しろよ。5億くらいだろ、どうせ。はした金だよ、んなもん。はいはいはい。なんで1億か。え？あ、そっか。全部買っちゃったんだっけ。ああ。もう、なんか、いろいろと腹立つことばっか起こるわ、マジで。どうしようかな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。1500万の 50% と、というか、パーセンテージが薄いところを売っていこう。ちょっと待って、これ薄っ。あれでも、つって、あ、でもそっか、つわれか。ほい。うわー、結局あいつに何も起こすことができないまま終わったもんな。ねえ。うわぁ、陽気比爆発タイムとかって最初にクソ煽り散らかしてたのに、結局何にも起こんないまま終わりかよ。全然つまんないね。うなぎ料理屋も 5%、四万十川とかも収益かっすみたいなもんやな。ここ独占してるからやっぱ独占は独占させときたくて。誰も面白くないよ。陽気比がボコボコになる瞬間見たかったのにな。ええ火焼けてるやん。うっそ。7年目にして絶望。早いって。違うって、俺の望んでた結末はそうじゃないんだって。マジかよ。ナイスじゃないですね。ありえねえ。さあ引き返せ、このうんこ野郎。うわー、うんち飛び込みカードあるとかって言ったけど、結局ないんだよ、こいつ。なんだよ、旅をさ、陽気させず、冬眠カード、連帯保証人、借金背負わせたかった。マジかー。ほんと、お前、どこまで借金伸ばすんよ。バカじゃん。1出せよ、ここまで来たら。一気にきつくなっちゃった。まあ、ナイスなんだけどさ。くっそー。ちょっと、これはありえないですね。ないですね。では、あいつ、うんちがなくなることを、こう、ちょっと、目論んで、ずっとこの辺りの周辺、うろうろうろして。で、しかも、俺がこっちに行けないっていうね。さあ、2出せ、早く。なんで通り過ぎるんだよ、もう。まあ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 。新幹線カードで一気にぶち抜いてやろうと思ってんのにさ。ああ、4、あ、1、2、3、ナイスですねー。でれ、なんでやねん。なんで俺ばっかり絶望せなあかんねん。全世界が待ち望んでたのはこれじゃねん。しかもこのタイミングでうんちが消えて、どうせゴールするのは陽気比なんだろ。もう分かってた、分かってなかったわ、違ったわ。そ、誰、マジで。もうおならカード、お、いいね、いいね。あ、でもな、ここでおならプーとかさ、お前、またそれすぎんのか。何やってんの、本当に。もう、早くゴールせえ、もう飽きてるんだよ、みんな。もうみんな飽きとるんじゃ。じゃあ、新幹線4だろ。じゃあ、のぞみ使うか。のぞみ使っていこうか。これだったら、のぞみギリギリゴールとかで、なんかいけそうな気がする。お、行った。え、めちゃめちゃ通り過ぎとるかな。めっちゃゴリッと通る。あ、ちょっと、しないける。ざまあ見ろ、お前ごときが俺に近づけるとは思うなよ、陽気比この野郎。もっともっと資産の差つけてやるわ。いや、ボンビー、ちょっと俺にちょっと近づいてきてやるぞ。あれ、土浦って宇宙だっけ。なんか体育のイメージあったけどね、あの土浦とか筑波とかさ。おお、3億超えたね、ついに。そしてさらに7連続1位、6億4000万、9億6000万。そして、ビン、陽気比、さあ、お前についたボンビーちゃん、そのまま、温かく成長させていってくださいね、玉袋のように。ああ、クレでございますね。広島市内からクレって意外と遠いんだよね。ということで、土浦に着きました。まとめて買いましょう。はい、レンコン畑、ありがとう。レンコンが超有名なんだね、土浦って。はあ、おめでとう。ちゃーちゃちゃちゃーちゃ。で、しかも俺、ボンビー着くかの危険性っていうのが、ゼロなんですよ。どうせ2、うわー。こいつ、マジで運がいいな、1とかさ。で、俺につけてくだろ、どうせ。あ、いいですね。で、俺につけていって、で、
新幹線角で離れます。残念でした陽気日、お前の場合成長させてみせましょうホトトギス。てことでこ、あ、違う違う、こっちの方が近いのか。なるほどね。あれあーなるほど、飛行機に乗っていくパターンですか。あー飛行機に乗っていくパターンか。飛行機で新幹線カードとかのぞみカードとか使ったらもうなんかある種バグみたいなもんだよね。まあいいや、あの優雅な旅をしていきましょう。あのたまにはね、あの面白くなくてもいいや、あの面白いことが起こらないとしてもいいや。でどうせ、あやった、初めてだ、ありがとうございます。焼きそば屋さん、ごちそうさま。ツーリングに、あーいいですね、ツーリングしたことないけどツーリングいいですね。イワシの削り粉、いやーたまんないでございますよ。あのちょっとした魚のふわっとした香りがね、ふっとした香りがやっぱりね、あのこう鼻をこうねツン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 ってやってくれると非常に幸せな気分になるんですよ。ほんとただのなすりつけ野郎じゃねえか。うわダビングカードいいな、俺も欲しいな。ダビングカードで望み星飛びが欲しいところなんだ。まだていうかこのタイミングで星飛び使えばいいんじゃねえか。ちょっと逃げたい一心で使っちゃったけど、星飛びを使ってさ、どんどんそれでも借金を増やしていこう。てかお前らでイチャイチャすんなよ、なすりつけやすんな、俺もちょっと混ぜてほしいな。で今回のカードのおすすめ売り場は、おお新居浜、何回でも行きますよ新居浜。さあ愛媛県伊予館を食べに今いざ、レッツゴーゴーゴー。富士山見えた、冬の富士山は寒くてかなわないですけど、その神秘的な姿がたまらん畜生というところでございません。でシュレッダーイーム、わあ星飛び周囲型のスペシャルカード、うわスペシャルってこんなするんだね。物件飛び、あ物件飛びもいいな。でもここは特急周囲を買うくらいだったら新幹線をもう、いやでもな、新幹線も今2枚あるから、うん、ここはちょっとカードしたためておこう。カードじゃねえや、現金をしたためておこう。オッケーオッケーオッケー。ちゃちゃちゃん、え今 どこに飛ぶつもり、どこに飛ぶつもりだお前。ちょずる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 。もぎ？可愛い子には良き。はい、おならカード。はい、残念でした。次のターン、俺に使ってぶっ飛ぼうかなとなって。違う、ぶっ飛んできやがったやつもいる。で、どこに飛ぶのかな？どこに飛ぶのかな？上に行ってもいいんだぜ。あー、なるほど。こっちに近づいてこようとしている寸法でございません。クレは絶対にやんない。俺の生まれ故郷が近いからな。まあ、あと9マス。ちょっと、みんなあと何マス？俺、広島生まれなんですよ。こう見えてもギリギリ。ギリギリ広島生まれなんですよね。うん、いや広島県安芸郡府中町というところで生まれましたんで、はい、今更みんなそこ行ったところで僕が一体何者なのかっていうのは、ね、いやあれなんですけど、うわーでもまあでも一応全部買っとくか。焼肉のタレ、オッケー、じゃあやめましょう。はい、てか今更見回したところでさ、もうなんか SNS でさ、もう名前と顔を公表してる人たちが多すぎるからさ、大して怖くもないっていうか、まあいや怖いよ、怖いけどさ、見バレすると自分一人だけがバレるんだったり、自分がバレることによって家族構成とか家族とかっていうのがバレたりするっていうのがさ、そのやっぱり一緒に住んでる人たちに対するリスクっていうのが高かったりするから、そこが結構怖かったですよね。でさ、キングボンビーしか出てこないんだよ、ずっとキングボンビー。さあ次月3月決算の月に爆発死亡フラグが立って、ついに8年目にしてようやくお死にになりますか陽気様。美女美女、あそこが美女美女。ちょっと待って、前道後温泉も変えるのか。道後温泉、いいですね、買っときましょう。まとめがいい、ちゃっちゃちゃっちゃ。だって道後温泉自体、てか道後温泉は道後温泉って書くんだ。なんかさ、東京世界ツリーとかってちょっとずつ名前を濁してるのに、道後温泉は道後温泉って書くんだね。確か道後温泉の字はあのままだったよね、道後温泉はね。さあカードを手に、ああ特急シーン、このタイムで手に入れるのか、なんて野郎だ。だがボンビラスの世界にカードのもいらぬのだ、つ全部捨てられたらいいのに。さあ近づいてくる、グエヘイ陽気、今夜止めてね、レッツハブパーティー、よっしゃ、いいね。あでもキングデビルいないじゃん、優しいな、優しすぎるよキングデビルさん。ダメだって、あいつにはキングデビルつけてたじゃないか。なんでそんな女の子にだけ甘いのよ、本当に甘々。何、おっぱいでも吸わせてもらってるわけ、マジで。そういう裏工作してたのか、クソ汚い野郎だなマジで。じゃあ新幹線カード2回か、あれじゃあ1枚しかなかったの、もしかして買っとけばよかったな。じゃあ買っとけばよかった時、ちょっと待って、この18、ああいけるいける、全然余裕でたどり着けるわ。じゃあじゃあじゃあらちゃちゃらちゃ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 、宮島まで行っちゃったね。宮島で食べたあの柿の入ってるカレーパンとか結構美味しかった。おーっと大丈夫か、お前もうちょっとでタオルが下に払ってなったらやばいやつがあるけど、あれポセイドンの街だっけ。
あの、いや、あの、軍艦があるのは知ってるけどさ、飾ってあるからさ、思いっきり。8連続1万ドリー、9億6000万、12億、よっしゃ、持ち金10億。さあ、貧乏。あ、ごめんなさい、雷神さん、お前に着くとは思ってなかった。しまった、ボンビラスにした瞬間に、うわー、やっちまった。マグロの美味しい大葉だよ。うわー、ごめん、ほんとごめん。どんまい。戦艦ヤマト、戦艦ヤマトは戦艦ヤマトなのね。え、じゃあ、帰っときましょう。ブルホス。くそ、やっちまった。はぁ。チャーチャ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 そして総資産はこうなりました。3倍とまではいかないけどね。まあ60億くらいの差が開いたということで、一気に開いたね。まあもう、雷神さんとはもう100億以上の差がついてるけどね。いやー、この右肩上がりの感じ、やっぱ資産持ってるやつが勝つんですよ。まああとカードだね。ということで、今回、7年目8年目ちょっと何年目か忘れちゃったけど、はい、以上でございます。ボンビラスな世界に連れて行かれたのは、やつでございます。雷神さんでしたね。また借金が増えるという生活なんで、かわいそうなんだけど、ぜひね、応援の意味を込めて、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただけたら幸いです。また次回パートでお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。